こんにちは、ココです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の最速でタロットリーディングができるようになる、まずはこれだけ覚えようシリーズということで、カードの意味の解説をしていきたいと思います。こちらのチャンネルではこんな感じでタロットカードの意味の解説の動画ですとか、あとは新しいタロットカード、オラクルカードデッキの開封動画なんかもアップしてます。ご興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで早速今回のカードなんですけれども、今回は大アルカナのカードですね。1番 The Magician、 こちらは魔術師のカードになります。これ何をしている方なのかお分かりでしょうかね。まあ実はですね、一説にはこの何か手に持ってこれをこう天に掲げて、でも片方の手は地上にを指していて、でこの机の上には四大元素を表す物質というか道具が置いてあるわけなんですよね。でこれ何をしているのかというと、天からこうパワーとか英知とかエネルギーとかそういったものをこう受け取って、そしてこの地上界でですね、この四大元素を使って物質を創造していく、まあ、そういうことをしようとしている人っていうことなんですね。まだ実際にこう作っている段階ではないですよね。まだ机の上のものには手をつけてないので、今まさにこうしようとしているっていうところを表しているんですけれども、この方はですね、実は実在する錬金術師の方をモデルにしているっていうふうに言われてるんですね。で錬金術師って何をする人かというと、まあ、よく金をね生み出したりする、石ころを金に変えたりとか、なんかそういう人っていうイメージがあるんですけれども、錬金術師がしようとしていることっていうのは、無から有を生み出すっていうことをする人なんですよね。まあ、実際には本当に何もない無から0から1を生み出すのではなくって、まあ原材料みたいなのがあるわけなんですよね。でその原材料の、まあ、例えばその原子の配列を変えたりとか、こう結合を変えたりとか、なんかそういったことを化学反応とか起こしてですね、そういったことを経ることによって新しい物質を生み出しているんですけれども、まあ人間の目には無から有を生み出しているように見えるわけなんですよね。でこの魔術師も無から有を生み出そうとしているんですけれども、実は魔術師だけではなくって、私たちも日常的にそういうことをやっているわけなんですよね。っていうのが、私たちっていうのはこう何かを作り出すっていうのを日常的にしているわけなんですけれども、それにはまず私たちの思考が先にあるわけなんですよね。よし、何々をしよう、何々を作ろうっていうふうに決めて、そしてそれに沿って行動することによって何かができたりとかするわけなんですよね。そういった働きを表しているというふうに考えることができます。つまりこれは思考が現実化する、そのプロセスを使ってですね、魔術師が実際にこの世の中に物質を生み出そうとしているっていうことなんですよね。で現実的にどうやって私たちは思考を現実化させているのかというと、それは潜在意識の働きを通してということなんですね。まあ、工事の意識とか、そういった風に考えていただくこともできると思うんですけれども、ここにね無限大のマークありますよね。まず私たちは思考を潜在意識に送るというか、まあ、オーダーを出すとかって言ったりするんですけれども、そうすることによって実際にそれが現実化されていくわけなんですよね。まあ、それには行動がね具体的に伴ってくるっていう場合ももちろんあるんですけれども、まずは生み出すっていうふうに決めて、そしてそれを潜在意識にオーダーを出す、そうすることによってこの世の中にものが生み出されてくるっていうことなんですね。私たちはそういうメカニズムを使って創造活動っていうのをしていることになります。はい、なので少し長くなってしまったんですけれども、こちらのマジシャンのカードキーワードはですね、
無から有を生み出す力ということですね。これはつまり潜在意識の生み出す力、具現化の力を使って何かを創造しようとしているということになります。はい。で、具体的にですね、いろいろ意味があるんですけれども、大きく分けると2つのカテゴリーに分けられると思います。で、1つ目の意味のカテゴリーはですね、マジシャンの能力に関するものっていうふうに考えていただくことができると思います。具体的にどういうことかというと、創造性を発揮する時ですよっていう意味なんですね。まあ、今まさに創造性を発揮する時だっていう意味になります。具体的にどういう意味かというと、才能を生かして創造するっていうことですね。まあ、こういう持っている道具とか、あとは潜在意識の働きっていうのも、まあ、ある意味才能に入りますよね。そういったものを生かして創造するということです。あとは準備が整っている、ちゃんとね、四大元素を整ってますし、もう今まさに生み出そうとしてますよね。なので準備が整っている。あとはマジシャンっていうのは1番のカードなんですけれども、1にはこうスタートするとか新しいことを始める、そういった意味があるんですね。まあ、エースのカードと同じような意味なんですけれども、なので新しいことを始める、行動するとかですね、チャンス到来、そういった意味もあります。あとはこちらのマジシャンですね、すごく自信にあふれた顔をしているんですよね。まあ、これは目的を達成するっていう、ある意味自信に満ちているわけなんですけれども、そういったところから目的を達成する強い意志、そういった意味があります。あとは可能性にあふれているとかですね、インスピレーションに満ちている、アイデアがアイデアを呼ぶ、そういった意味もあります。アイデアがアイデアを呼ぶってどういうことかというと、直感で何かをこう受け取ってですね、よし、何かをこう作ってみようとかやってみようっていうふうに思って実際に行動しますよね。そうすると結果が出る、経験を得るわけですよね。で、そこからまたインスピレーションを得て、じゃあ今度はもっとこういうふうにしたらいいんじゃないかとか、こういうものを作ったらいいんじゃないかっていうふうに、インスピレーションがインスピレーションを呼ぶ、そういった状況っていうのがあるわけなんですよね。そのことをこのマジシャンのカードも表していたりします。あとは学問っていう意味があったりもします。はい、以上が1番の創造性を発揮する時という意味になります。こちらはマジシャンの能力に関する意味ですね。で、2つ目はですね、マジシャンの人柄に関する意味なんですけれども、どういう意味かというと、人を引きつける魅力っていうことですね。まあ、マジシャンといえばマジックする人みたいなね、イメージあると思うんですけれども、まあ、あんな感じを想像していただくといいかなと思います。まあ、パフォーマーなわけですよね。まあ、そういう人って人を引きつける魅力があるということです。具体的には高いコミュニケーション力、そういうことを表していたりします。まあ、ある意味この魔術師、マジシャンはですね、潜在意識とコンタクトを取ってコミュニケーションを取って、まあ、オーダーを出すことによって具現化しようとしているわけなんですよね。なのでコミュニケーション力が高い、そういう意味にもなってきます。あとは表現上手であったりとか、説得力がある、そういった意味もあります。なので営業されてる方とか、このカード出るとすごく嬉しいですよね。営業向いていると思います。あとはですね、カリスマ性とか華やかさ、そういった意味もありますし、多才多芸とか、あと頭の回転が速い、器用、そういったことも表したりします。まあ、魔術をね、するような、マジックをするような人っていうのは、頭の回転が遅かったりとか器用じゃなかったりとか言うとなかなか難しいですよね。あとは自信に満ちている、まあ、これも人柄に入るのかなというふうに思います。はい、以上が2つ目の人を引きつける魅力という、マジシャンの人柄に関する意味になります。はい、ここまでがマジシャンの正位置の意味のご説明だったんですけれども、これが逆位置になるとどういう意味になるのかというと、
逆位置の解釈の仕方っていくつもあるんですね。なのでその時に一番ピンときた方法を採用していただくのが一番いいんじゃないかなとは思うんですけれども、こちらでは一般的な魔術師の逆位置の読み方っていうのをご紹介しておきたいと思います。で、正位置ではですね、魔術師、マジシャンということで、その自分の能力とかスキル、才能っていうのを、人のためにというか、いい意味でですね、何かをこう想像するポジティブな意味で使っている人を表すんですけれども、逆位置になった時は逆にそれを悪い目的に使う人、そういうふうに考えていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。つまりはペテン師とか詐欺師っていうことですね。具体的にどういう意味になるかというと、隠し事とか嘘とかずる賢さとかですね、どれもペテン師、詐欺師、つきものの言葉ですよね。あとは自信のなさを表していたりとかもするんですね。詐欺するような人とかペテン師とかはですね、自分に自信がない方が多いんですよね。自信がある人っていうのは人に嘘をついたりとか人を欺く必要ってないわけなんですよね。自分の持っているものを使って正々堂々と勝負すればいいわけです。で、それがない、自分には才能とかスキルがないって思ってるから、そういう悪いことをしちゃうわけなんですよね。なので自信のなさとかも表したりしますし、あとは準備不足とか知識不足、そういったことを表したりもしますね。魔術師の正位置の逆ですよね。あとは遅い展開とか表したりもします。魔術師っていうのはもう今まさにこう想像しようとしていて、潜在意識にオーダーを、出しているところなんですけれども、だからこうスピードが結構速い感じなんですよね。それに対して詐欺師とかペテン師とかそういう意味になってくると、展開が遅い、そういった感じにもなってきます。遠回りしているっていうことですよね。一時的に利益を得たりっていうのはあると思うんですけれども、そういうのって長期的に見ると続かないですよね。いつかね、痛い目を見るっていうことがやってくると思います。あとは準備不足とか知識不足っていうことは、見方を変えると知識や技術を身につける必要性がありますよっていうことにもなりますよね。今そういうのが足りないので身につける必要がありますっていうことを教えてきたりすることもあるっていうことですね。はい、以上がマジシャン、魔術師のカードの意味のご説明になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし説明とかですね、分かりにくいところがあったりですとか、ここもう少し説明が欲しいなっていう箇所がありましたら、コメント欄でお知らせいただけますと幸いです。はい、いつもチャンネル登録ですとかコメント高評価とても励みになっております。ありがとうございます。では次のビデオでお会いいたしましょう。さようなら。